はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリーです。ファイナルファンタジー10 HD リマスター版続けていきたいと思います。オートセーブで終わったんでしたっけ。本日は原稿画まで進めていきたいと思ってます。スフィア版結局進めてませんね。あ、なんかムービーになった。うわー、これが原稿画よ。原稿画っていうの、夜になるとたくさんの原稿虫が集まるんだって。川中が光ってまるで星の海。あ、そうだ、夜までなど待たんぞ読まれてます。じゃあシンを倒したらゆっくり見に来よう。皆さん無言です。なんかね、不思議な世界ですよね、この人玉みたいな。で、魔物とか倒すとね、まあ人が死んでもそうなんですけど、こういう人玉みたいなのがね、出てきますよね。スパーフ？船のことか？ん？ふふん。え？さあ、シパーフとは何でしょうか？シパーフ。言いにくいんですよね。シパーフ。見に行きましょう。シパーフ。これがシパーフです。シパーフ、恐竜のようですね。こいつがシパーフだ。わあ、乗りたい。これ乗りたいぞ。よし、準備ができたら乗るぞということで、ちょっといろいろ散策をまずしましょう。よろしく。武器見せてもらおうか。ダブルエッジ、炎攻撃、なかなかいいな。これスイッチヒッター、物理攻撃、こっちの方がいいかな。ちょっとね、輪っかがね弱いんですよね、攻撃力が。普通がないからこれは却下だな。ルール、魔法防御、で、ちょっとアイテム、アイテムもうちょっといいの売ってないかな。じゃあ話に行きますかね。スパーフ、久しぶりだな。あ、乗ったことあるんだ。うん、一回だけ。10年前、キマリと一緒にね。覚えてる？スパーフが揺れて、ユーナが川に落ちた。スパーフは長い鼻でユーナを助けた。ユーナは喜んで、3回わざと川に飛び込んだ。キマリは心配した。ごめん。ユーナは楽しそうだ。だから、いい。面白いね。ユーナもそういうことがあったんですね。私、10年前までベベルに住んでたんだ。父さんがシンを倒してからビサイドに移ったの。
イマリが一緒に旅してくれたんだよ。ベベル？エボン寺院の中心地で、スピラで一番大きな町だよ。ね、早くシュパーフ乗ろう。ヴィランは乱暴者だ。でも、ロンゾだから嘘はつかない。嘘はつかない。だから召喚師が消える話は嘘ではない。うん、注意する。なるほどね。さてと、いろいろと話を聞きながら、あ、そっか、ここいろんなもん売ってんだった。そういえば思い出したわ。石化防御ありますね。石化防御は買っておこうかな。装備はしなくてもいいや。アルベド族、アイテムは一緒？アイテムは一緒か。石化防御、これは誰？キマリか。キマリはいいや、別に。機械ね。まあこれも機械っちゃ機械ですね。10年前に。あ？昔話？ジェクトもここで初めてシパーフを見た。驚いたジェクトはいきなりシパーフに切りかかってな。なんで？酔っていた。酔ってた。はあ、しょうがねえな。俺たちの有り金を全部出して詫びを入れた。そしてジェクトはそれ以来酒をやめた。おあの時のシパーフは今も現役。あの後ろの右足のところになんか傷っぽいのがあるのはそうなんですかね、もしかして。スピラは10年経っても何も変わっていない。もっともここは変わることを拒否している世界。そう簡単には変わらんだろうな。シパーフはただに乗れる。ダメダメね、無理っぽいかもよ。そこをなんとかお願いしたい。ダメなものはダメなのね。どうしたんすか？この喋り方。あいつったら、この子をシパーフに乗せないっていうの。あー、でかいもんな。たく腹立つあいつ。どう考えても無理だと思うけど。それじゃ何？この子置いていけっていうの？いや、そんなつもりじゃ。やむをえん。シパーフは諦めるぞ。どこか徒歩で渡れる浅瀬を探す。了解です、隊長。それ、すごい遠回りじゃないですか。道がなければ、切り開けばいい。そんな無茶な。さすがルチル隊長。このエルマとクラスコの差。道がなければ切り開けばいい。ちょっと印象に残ってる言葉なんだ。ルチル隊長、元気かな。今見たばかりでしょっていうわけじゃなく、これはやっぱり思い出しなんですよね。思い出して言ってるんだよね。シパーフについて語ってもよいかな。語ってもらいましょう。ぜひ。シパーフの生態についてはわからんことが多いんですわ。例えば、そう、食事ですな。シパーフは何も食べやせん。鼻で川の水を吸い込むだけであの巨体を維持しとる。水中の小さな小さな生物を食べているという説もありますな。うん、だいたい
こんなところです。あ、こんなところですか。まあいいや。ここお金いくらあっても足んないんだよね。いろいろ売ってるから。しかも高い。あ、ミアブルがある。こっちのがいいな。物理攻撃プラス5で、しかもミアブルもついてる。買えないしね、これ。これはちょっと装備を変えちゃおうかな。準備できたら出版婦使いに声かけてみな。準備できたら。スパーフ乗るのがそんなに楽しいの？分かってねえな。でかい動物、それは男子永遠の憧れなのだ。なんだかわっか。ルールは理解できませんでした。お、ゴーセンギル手に入れた。いいね。ちょっとセーブしておいて。あれ、この人話しかけたっけ。あ、なるほど、召喚者最優先なんだね。さて、あともう何もなさそうなので、戻ってシパーフ乗りますか。ペタンコ踏んづけられたい。じゃあ乗りましょう。バトルの準備よし。マジで。ちょっと待って。待ってるよ。待ってやるよ。しょうがないな。少し進めますか。どうしようかな。ここまで取ろうか。先に。しか取れないな。まあ、しゃあないな。ルール。さて、これでラシリーズを全部取ったね。ユーナはラシリーズ取ったはいいんだけど、この祈るからこっちのね、ケアラーとか覚えたいんで戻りましょうかね。あ、戻れないじゃん。そもそも使うしかできない。じゃあ言うのはしょうがないな。決まり、決まりはね、どうにしようかな。と迷うんだよね。決まりはね、どこのあれでもね、覚えられるんですよね。他の人と同じことが。回復をさせる方が楽かな。ブリザードとか今さら覚えてもな。どうしよう、攻撃を覚えた方がやっぱ楽かな。迷っちゃうんだよね。いつもそれでうまくできないんだよな、決まりは。どんずら。でもこの辺アーロンがもう覚えてるから、やっぱ回復系で行った方がいいかな。嘘嘘嘘嘘。まあダメダメ。
そこに来ちゃうわけね。ワッカ、ワッカはちょっと攻撃を覚えたいんだわ。命中と攻撃力2アップしたね。 OK。 じゃあちょっともう一回セーブしとこうかな。なんか前いなかったでしょ君。見破る即死攻撃、まあ、FF 知ってる人はね、このケットシーとかね知ってる人いると思うんですけど、懐かしいですね。 FF7 でしたっけね、ケットシーは。さてじゃあ行きますか。シパフ乗りますよ。バトルの準備があるとはな。シパーフ出発。さて南岸から北岸に移動ですね、シパーフに乗って。さすがに言うなら飛び降りないか。ん？見てみろ。何？あ！町が沈んでる。千年以上前の機械の町だ。川にたくさんの橋を架けて、その上に町を作ったらしい。町の重さで橋が崩れて川の底に沈んでしまったそうです。町の重さで。まあいい教訓だな。教訓？なあ、川の上に町を作るなんて何の意味がある？水がたくさんあって便利だからとか。いや違うな。ただその技術、力を試したかっただけだ。そうかな。エボンの教えだ。人は力を持つと使わずにはいられない。禁止しなくちゃキリがないってわけだ。でもさ、結構機械使ってるだろ。スタジアムとか。そうだよな。ジンがね、決めるの。この機械は可、あの機械は不可ってね。どんな機械がダメなんだ。二編セッションで見ただろ。ああいう機械だ。また戦争が始まるからね。戦争？千年以上前にね、機械の武器をたくさん使った戦争があったんだって。戦争の間も武器はどんどん強力になってな。町だけじゃなくて、スピラそのものを、世界を破壊し尽くす力を持つ武器も作られた。このままではスピラがなくなってしまうかもしれない。それでも戦争は終わらなかった。どうなったんだ？突然シンが現れて町や武器を破壊した。戦争は終わったわ。でもその代償としてシンが残ったな。シンは調子に乗りすぎた人間への罰ってわけだ。きつい話っすね。なるほどね。シンはどっから現れたんですかね。きついな。でも機械が悪いわけじゃないだろ。そう、使う側の問題ね。アルベドみたいのがいるからダメなんだよな。アルベド。うわ、なんか変だぞ。のんきすぎるだろ。まあ戦闘があるって言ってたからね。アルベドだ。水の中ですか。ユーナが捕まってますね。
さて水の中はね、他の人戦えないからね。まずは励ますでちょっとアップしましょうか。アクアシューター、うわ意外と強力だぞ。このブラインとか全然ダメだろうな。雷か、まあパワーアタックぐらいはかけておこうか。結構あるな、3000いくつだ。強力ですよ。ユーナもなんかできたような気がするんだよな、確かな。できなかったかな。魚雷攻撃スタンバイ頼むわ。なんか変なことしてくるでしょ。雷属性に弱い、雷属性に弱いのはわかるけど、雷攻撃なんかできないよ。お、下がった。とりあえず魚雷は回避できたのかな。そういうことみたいだな。まあなんだかんだいけそうですね。物理攻撃しかできないけど、輪っかが倒れる前に倒したいですね。あ、オーバードライブ投資覚えた。まただな。ちょっと阻止したいけど、その前に倒せそうだな。あーやばい、来ちゃった。大丈夫か、全滅しないだろうな。うわなんかいっぱい落としてきたぞ。あ暗闇になっちゃった、これまずいな。あまたですか。あ、これ輪っか落ちちゃうわ。ちょっと暗闇を直した方が良かったな今の。タイポーションで、わーまた来ちゃった。輪っかは暗闇取れたかな。でもこれでまた暗闇になっちゃうかな。なっちゃったね。暗闇状態ではないですか。あ、かなり暗闇状態じゃない。じゃあ戦おう。多分一撃で倒せましたね。ユーナは、ユーナはどうすんの。シールド手に入れた。
怪我はない？大丈夫。まったく、アルベドのやつらめ。大丈夫かな。のんきすぎるでしょ。すいませんでした。もう大丈夫です。言うな。はい。スタープ出発進行。面白い。ち、アルベドめ、なんだってんだ。ルカでのことと関係あんのか。あいつらユーナを襲ってどうする気だ。あ、試合に負けた腹いせか。あ、二編セッション失敗の腹いせか。どうかしら。キマルの知り合いが言ってたでしょ。最近召喚師が消えるって。ああ、それがアルベド族の仕業か。くそ、アルベドめ、何考えてやがる。どうでもいいって。アルベド族のことをここで話しても仕方ないだろう。誰が相手でもユーナを守る、それだけ考えて。俺はやるっすよ。そりゃそうだけど。そうだね。まあ、ユーナには半分アルベドの血が流れてますからね。だからありがとうだったんですね。さて、先にセーブして今回はこの辺で終わりにしましょうかね。で、次回後半ですね、北側の騎士、こっちをやっていきたいかなと思います。またいろいろ売ってたんじゃなかったかな。この後ね、またいろいろイベントがあるのは覚えております。です新しい仲間との出会いもあったような、なかったような、そんな感じですかね。ということで、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。今回はシパーフに乗るでした。